地下鉄の出口すぐそばにある地下街明治化、人通りが多くにぎわっていますが、まもなくすべての店が営業休止となります。地下鉄東山線の名古屋栄町間の開通に合わせ、1957年に開業した名駅の地下街明治化。現在コンパルなどおよそ20店舗が営業していますが、あさってで営業は一時休止に。リニア中央新幹線の開業に向けた整備に伴い、換気空調設備を刷新するためです。大阪から来た時は必ずお土産に買ってます。エビフライとあのコールスローのマッチングが最高で、ここだけは唯一無二で。広寿司で3代目として切り盛りする紀藤さん。明治化の開業当初から営業を続けています。聞くところによるとですね、親父たちは、まあ、あの出したはあの出したんだけど、最初の半年ぐらいはあんまり知れ渡ってなくて、非常にお客さんが寄りが悪くて暇だったと。で、まあ、この地下街の通路で、まあ、暇だからキャッチボールやったりとか、そんなようなことも聞いております。でしばらくして、まあ、繁華になったらすっごいもう流行るようになって、もう本当に日本有数の地下街という風になりました。終わっちゃうんで非常に寂しいですね。長年通うお客さんも。美味しいです、こことても気に入ってます。こちらがもう3月31日で閉店になってしまうっていうの知らなかったのに。ここが。そうなんです。美味しくいただいてよかったです。皆さんいい方でね、本当に感じが良くて、店員さんもね、皆さんちょっと私がご飯少なめとかもちゃんとしてね、いろんなことを気遣いしてくださる。ありがたい。もう本当寂しい。明治化の営業再開は2026年度の予定で、出店する店は再募集し選定されるということです。